皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日のテーマは特撮です。ご紹介するキャラクターは、仮面ライダーですね。そしてご紹介する品物はこちらということで、こちらもですね、もうずいぶん前なんですけども、ホビーオフさんですね。まあ、ハードオフというか、ホビーオフというか、ですね。まあ、厳密にはホビーオフさんですかね。の方で、仮面ライダーのね、ソフビが5体ずつですかね、入った、品が売ってました。どちらもですね、価格が300、おっと、330円ですね。はい、価格どちらも330円ということで、こちらをですね、まあ、開封しようということなんですけども、ですね、サムネイルにあるかと思いますけどもね、最後に一つね、ちょっとクイズを用意しておりますので、よろしければ最後までどうぞご覧になってください。そしたら、まあ、どちらからいきましょう。まあ、こちらからにしましょうかね。じゃあね、開けてみたいと思います。はい。まあ、そんなにね、古いような、品じゃないと思いますけど、ただもう最近ではね、結構見なくなってきたなというもので、はい、行ってみたいと思います。サイズ感も含めてね、じゃあ行きますね。まず1体目、じゃん。こちらですね、ドドン。ということで、はい、こちら、ストロンガーですね、ストロンガー。うん、ジョー・シゲルですね。年数が、89年ですかね。1989年とあるようです。はい。うん、そうですね。はい。で、まあ、石ノ森プロ、東映かな。はい。で、バンダイのジャパンってことですね。はい。大きさがですね、SH フィギュア、おっと、すいません。SH フィギュアアーツのセブンとちょっと比べると、こんなサイズ感です。はい、このぐらいですね。はい。まあ、今の、どうでしょう。ウルトラ怪獣ソフビーですかね。ウルトラ怪獣シリーズよりも少し小さいぐらいかな、だと思います。はい。どうでしょうか。まあ、だいぶ塗装省略はあるようですけどもね。まあ、でも、やっぱりこの造形はもうストロンガーとなりますよね。背面に至ってはもうほぼ何かわからない感じですね。まあ、じゃあ、ストロンガーですね。じゃあ、次いきますね。はい。じゃあ、ドドン。はい。ブラックですね。はい。新作映画が、公開が迫ってるということなわけですけどもね。はい。一体、こちら、どんな展開になるんでしょうかね。まあ、私は、リアルタイムって、これを当然、リアルタイムでやってましたけど、幼い時に見てたのはスーパーワンですので、厳密に言うともう、だいぶね、お兄ちゃんになってからですね。はい。ブラックで、ね。まあ、この黒いボディっていうのはやっぱりね、シャープでかっこよかったですね。はい。という感じですね。はい。ブラックね。続きまして。じゃじゃん。はい。じゃ。これがね、もう折れちゃってたんですよね。これ、もともとね、入ってる時からね。というわけで、こちらは RX ですね。はい。うん、ブラック人気って本当すごかったですよね。はい。もうそれはね、もうすごくよく覚えています。はい。というわけで、RX ですね。はい。そして、じゃじゃん。はい、こちら。はい。これは一体誰でしょうとなると、まあ、大体ね、まあ、でもかなり塗装省略ですね。まあ、この、ちょっとカラーリングも微妙なところではありますが、このカラーリングで、銀の手袋、銀のブーツということで、こちらは、まあ、新1号ということになるんだろうな、とは思います。はい。ね。はい。ですね。うん。縦線、この2本線すらないから、ピンときにくいですけど、はい。ですね。はい。では、最後ですね、この袋ね、じゃじゃんと、ダンと、エグゼイドですね。はい、こちらはもうだいぶ経ってからだと思うんですけどね、1個だけ混ざってた感じですね、2016年になってますね。はい、おっと、ごめんなさい、揺れましたね。はい、というわけで、エグゼイドもなかなか独特のキャラクターでしたね。どんどんパワーアップしていかないと、この形にならないんでしたっけ。はい、ちょっとね、ちゃんと見てないのでわからないんですけど。はい。ということで、もう一袋目は終わりと。じゃあ、続きまして、二袋目ですね。
さあこれが何かという話になるんですけども、はい、こちらも同じく330円ですね。はい、よいしょ。はい、では、はい、まあやっぱりね、どうしてもこう世代というところもあって昭和ライダーがね、やっぱ好きなんですよね。じゃあ行きますね。はい、じゃじゃん、ダンッ、ダンッ、出にくい、ダンッ、出た、出ました、ダンッ、これがね、はい、こちら先ほどと同じカラーリングですので分かりやすいと思いますけども、仮面ライダーの新2号ですね。ちょっとなんか腰がおかしなことになってますか。あ、でもまあいけてますかね。はい、新2号ですね。赤い手袋、赤いブーツということで同じくですね、89年になってますね。はい、じゃあ続きましてドンということで、はい、一点こうカラーリングが綺麗になって、バッタではなくて、トンボモチーフの仮面ライダー V3 ですね。はい、 V3R ですよね。うん、いいですね。はい、そして、ドン、はい、私が大好きな X ですね。 X はこの成型色がいいですね。あ、でもこのマフラーがやっぱり残念ですね。仮面ライダーといえばこのマフラーがね、黒いマフラーっていうのでね、はい、うん、でも造形いいですね。はい、というわけですね。はい、続きましてこちらドン、はい、アマゾンですね。はい、もうこの前どう言うんですけど、このアマゾン、まあ初代はねやっぱり元祖なんでそれは抜くことできませんけども、以降のライダーの中でこのフェイス、ね、頭部というかこの造形はね、私も奇跡の造形と呼んでますね。本当に このデザインが編み出されるっていうのがねすごいなと思います。ウルトラマンではねメビウスなんですけどね、はい、うん、赤の線も入ってますけど、まあ塗装省略が本当に省略されてますね。89年ってもうそんな時代なんですかね。はい、そして最後ドンということでスカイライダー、まあ、これがそのどうなんでしょう、意図があるのかは分かりませんが、パワーアップ後ですね、後期かな、というカラーリングかなと思いますね。先輩ライダーたちの、まあ、特訓によりパワーアップしたスカイライダー。このサイズでスカイライダーの辺はやっぱり見ないですよね。あの数があんまり出てないと思います。なのである意味これが貴重かなというふうに思ってます。はい、というわけでこれで2袋計10体の開封が終わりました。さて、それではここでクイズです。栄光の七人ライダーの中でこのラインナップの中になかったライダーは一体誰でしょうか。チッ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 、はい、違うんですね。どうでしょう、お分かりでしょうか。はい、いなかったですね。一人いなかったですね。はい、じゃあ順に見ていきましょう。栄光の七人ライダーですからね。ではまず1号ですね。1号いました。2号いました。 V3 いました。 X ライダーいました。 Amazon いました。 ストロンガーいました。さあ、もうこれはもう答え言ってるようなもんですね。はい、お分かりでしょうか。というわけで答えはここですね。この間です。この間ですね、はい、正解はライダーマンがおりませんでしたね。まあこれはもう仮面ライダーファンの皆さんにとってはね、もう初級も初級の問題ですけどね。確かね、ライダーマンはね持ってたと思うんですよね。だからちょうどねそれで揃うのかなと思うんですけどもね、またねちょっと探してこようと思います。はい、でちなみに昭和ライダーでいくと、あとこのスカイライダーの後ろにスーパーワンがいて、ゼクロスがいて、して、あとまあ、テレビ放映ではありませんが、J とか、ZO でしたっけとか、シンとかがいて、で、その後ブラックですよね。はい、というまあね、本当にこの、ね、こういうソフビ、これ何て言いますかね、このぐらいのサイズのソフビはね、ミニソフビと言っていいのかな、うん、と思うんですけどね。まあこういうなかなかね、ウルトラマンはね結構見るんですけど、ライダー系はね
結構なんかあんまり見ないんですよね。なのでやっぱりね、昭和ライダー好きとしてはね、こういうサイズもね大事にしていきたいなと思ってますし、当然ね、平成以降ものライダーもね、ライダー自体は好きなんですけどね、どうもね、なんかこう変身してないからね、あんまりこう感情移入できないんですよね。改造手術を受けたという悲哀がこの皆さんにはあるわけですよ、昭和ライダーにはね。はい、まあなんかいうとこのコンプライアンス的に改造人間はダメになったんでしょうかね。それその悲哀がね、本当にあのライダーをただライダーたらしめてるとこだったと思うんですけどね。はい、というわけで、本日はですね、この仮面ライダーの、まあ、主には昭和ライダーが中心の特備の開封動画でした。はい、まあ、クイズもいかがでしたでしょうか。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。どうぞまたよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。